願いします。ありがとうございます。はい。下地さん、お願いします。はい、お願いします。はい、下地さんですね。あ、逆逆。あ、逆逆。逆逆左商売。これはおいおい、みんな聞いてください。おい、そうですね。で、はい。サッカー選手としては、サガン鳥栖でやった後に南米の方に行かれて、はい、で、タイと、という流れで、大まかに言うと合ってますか？はい、合ってます。かなりいろいろな活動をされてるので、いや本当に結構ね、そのブラジルから帰ってどん底にみたいな、うん、俺記事をすごい読んだことがあって、ああそうです。でなんか最近はネオメンタルプログラム、そうですね、はい、っていうのを、それはもう自分でこうメソッドを立ち上げてみたいな感じですか？そうですね、今1期目がちょうど終わってこれから2期目って感じですね。うんうん、だもうちょっと簡単に説明していただけると。それは買った人じゃないと教えれない。わかんない。え、なんていうタイトルなんですか？あ、ネオメンタルです、ね。ネオメンタルプログラム。ネオメンタルプログラム。何を買えば、何を買えば、ビデオ？いや、オンラインの講座なんで、まあ、申し込んでもらってっていう感じです。多分ね、これから海外に行こうとする人とかは、ものすごい役に立ちますよね。まあそうです。サッカー選手向けもこれからまあ作っていくんですけど、うんうん、まあ、基本的には対象は特になく、オールジャンルでいける感じですね。うん、まあ基本的にはそのまあメンタルが弱い人向けですね。まあでも結果を出せるっていうところの、まあ一応僕が潜在意識とかそういうところをやってきて結果出したので、まあそういったところの話ですね。目標達成とかなんですけど、まあそのまあベースになるところですね。うん、もうそれ以上はもうよく、もうそれ以上は お金を、ああそれはもう買った人にしよう。まあ基本的に朝と夜の、まあこれは早いんですけど6時半と10時からですね、夜10時からやってっていう感じですね。これは内容が気になりますね。気になります、むちゃくちゃ気になります。まあそうですね、まあ基本的に僕はずっとそのなんていうかな、まあ、脳科学と心理学のところを、まあ、サッカーに生かしてやってきて、まあ、自分のパフォーマンス出してきたっていうのがあるので、まあ、そこなんか具体的なメニューがあるんですか？もうこれをやってくださいみたいな、毎日これを。おおおおおお。チームもなるんだけど、まあ、内観って言ってその自分のね、内面とか、まあ、思考とか感情を見ながら、まあ、やっていくっていうところを、まあ、続けていくと、まあ、脳のところの回路で使う部分が変わっていって、まあ、パフォーマンスを発揮しやすくなるっていうのが、まあ、結構科学的に今分かってきていて、まあ、それをずっとやってきていたので、あ、まあ、そこを、まあ、どうやったらそれを習慣化できるかっていうのを、まあ、グループというか、まあ、参加してくれたクライアントさんと一緒にやっていくっていう感じですね。うんうん、おお、これ一気になんかいつものわちゃわちゃした雰囲気じゃなくなりましたね。さっき串屋さんの方からもちょっと違うと、ね、はい、お米ですね。串屋さんが第一購入者。本当毎回ね、僕の怪しいネオメンタルとかもちゃんと宣伝してくれたりして、ね、だいぶ怪しいですけど、ショウさんの雰囲気がちょっと怪しさを出したんですよ。なんか手品とかしそうですもん。そうですよね、そうですよね。魔法とか使いそうです。あ、そう、そう、そんなイメージ。うんうん、で、まあ、その売り上げは全部、その農家の、ヨンさんっていうパートナーの人なんですけど、そこに預けて、まあ、僕はちょっと一銭ももらってないっていう感じで。うん、はい。で、まあ、売り上げの 3% を寄付っていう感じでやって。うんうんうん。まあ、ちょっと。そうですね、今まではいろいろこう目標とか達成やってきたんだけど、最近はちょっともう流れかなっていう感じで。いやなんか、はい、何してる人ですかって言われたら何て答えますか？失礼でしょ、なんか。サッカー選手って答えますか？なんかいろいろやられてると、うん、まあ、あれですって、うん、まあ、でも六本木歩いてると必ず職質されますね。
ずは。そうですね。まあでも。YouTube も、はい。登録者何 ?2900 人ぐらいです。900、今30ぐらいです。うん、もうすぐです、3000。くしさんの回見ました、僕。ありがとうございます。俺の回見ておもろいな。クッシーさんの回見て。いや、クッシーの回結構バズると思ったんだけど、全然伸びない。ちょっと当たっといてやったかな。いや、全然なかった。ダグリングルーム。なんかここ数年の目標とか、今ちょっと一番力入れたいなみたいなのはあるんですか？言える範囲で。大豪邸に住みたいんで。住んでそうです。もう住んでそうです。いや、一応家のイメージはできてるんですけど、そこにどうやってそこに行けるのかっていうのが。うん。絶対柱にスライムみたいな形の石がありそうです。それはわかんないですね。どんどん宮殿感がありそうです。宮殿感。出来上がりました。ありがとうございます。さん、こんな感じです。インスタ動画載せても大丈夫ですかね。いや、むちゃくちゃ嬉しいです。歌少年少女たちへ、もしくは海外に行く前の自分へ。なるほど、ね。もしくは好きな言葉。あ、じゃあまあ、好きな言葉で、まあ、はい、感謝っていう感じで。いやいや、シンプルに。最後に質問で。はい。小米の他のお米と違うところは、それは俺が売ってるってことじゃないですか。かっこいい。かっこいい。いや、なんかそれあれですね。みんなで食べるご飯がうまいと同じ感じですよね。翔さんが売ってる米はうまいみたいな、もう。そうですね。気持ちが入ってます、多分。かっこいい。いや、でもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。送ります。はい。米買ってください。